の木下優香。今日はね、じゃん、ナッコプセというものを食べたいと思います。こちらはですね、韓国料理のお店でナムさんというところが提供してくださいました。ありがとうございます。でも初めて私食べるんですけど、ナッコプセっていうのはタコがナッチで、モツがコプチャンじゃないですか、よく焼肉屋さんとかにもある。で、エビがセルなんですよね。で、それの頭文字を取ってナッコプセというらしいです。覚えやすいですね。これで韓国語ちょっと覚えましたね。赤くてめっちゃ美味しそうですね。じゃあ作り方いきたいと思います。材料です。ナムさんのナッコプセキット。エビとかホルモンとかタコが入ってますね。お野菜は白菜とかおネギとかが入ってますね。あとこれは春雨的なやつが入ってますね。じゃあこのキットについてたスープを入れていきます。そして具材を入れます。美味しそうなホルモンですね、これ。で、野菜はたっぷりだ。さすが韓国、韓国料理って野菜をたくさん食べられるイメージです。で、煮込むだけです。じゃん、完成です。あのキットすごいですね。野菜とかも全部切ってあるし、もう入れるだけで完成するからめっちゃ良かったです。今日はですね、この皆さんこれ知ってますか？よく韓国のドラマとかでも映画とかでも飲んでますよね。チャンミスルです。で、これチャンミスルのね、ザクロ味っていうのが出てました。で、これを今日は一緒に飲みたいと思います。チャンミスル調整を、じゃあ食べたいと思います。チャイモッケストミラー。じゃあまずは乾杯ですね。あれ、これよく見たらチャンミスルじゃない、ジョウンデーって書いてある。ちょっと違うわあ、でもね、ちゃんと2種類買ってきたんですよ。同じ棚から買ってきた。こっちはチャミスルですね。チャミスルマスカット。チャミスルはね、アルコールがね、13度ですよ。私も飲んだんですけど、ちょっとね、すごい、めっちゃ結構史上最高に酔っ払った気がしました、あの時は。ちっちゃいグラスにこう入れて飲むんですよね。口ないんですよね乾杯。あー、これね、ほんと薄めなくても結構飲みやすいんですよ。だから超酔うんですよね。今日はね、そういう風にならないようにちゃんと割ろう。チャミスルチュスよー、乾杯。あー、美味しい。いいです、マスカットは超飲みやすい。じゃあ、ナッコプセを食べたいと思います。私ナッコプセ食べるの初めて。ご飯と一緒に食べます。あー、ホルモン大好き。うん、まそう。やっぱりあれですね、韓国のホルモンちょっと違いますね。プリップリでむっちゃ美味しい。まそうまそう。私は今イテウォンクラスに超ハマってますからね。ドハマり中ですからね。このホルモンめっちゃ美味しい。うん、おいしい。まっすよ、うん、なんかこんな赤いけど思った辛くないですね。なんかちょっとピリ辛だけど意外と優しい味ですよ。めっちゃ美味しい。スープにね、あのコクがあって美味しいです。美味しい。一生食べれるわこれ。もうイテウォンクラスのね、イソちゃんがね、もう死ぬほど可愛いあのキムダミちゃんっていう女優さんなんやけど、もうね、仕草とかがめちゃめちゃ可愛い。全部可愛い。しかも有能だから、なんかめちゃめちゃ魅力がありますね。もうパクセロイめっちゃかっこいい。もう私もパクセロイめちゃくちゃ好き。もうなんか走るシーンがいいんですよね、あのイテウォンクラスの。胸が熱くなる走るとき。しかもなんか歌が流れるんですよ、イテウォンクラスの。走ってるときにそれが流れると、もうめちゃめちゃ、もう毎回何回も泣くシーンがある。結構悲しくて泣くとかじゃなくて、もう感動して胸が熱くなって泣く。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。ホルモンが超美味しい。でもタコとかも入っとるのよな。ホルモンばっかり食べとる。焼肉屋さんでいつも迷うんよ、このホルモンでさ、部位があって。どこやろう、私のあの好きなやつは。これコプチャンなんですね。もうプリッとしたやつ。おネギあった、おネギで。あ、エビおった。セウセウセウ。うん、セウうまそう。あ、トックだ。
お餅みたいなやつ、韓国の。まあ、そう、まあ、そう。あ、もう、イテウォンクラス、イテウォンクラスの話ばっかりするけど、イテウォンクラス見よったら、ほんと韓国行きたくなる。イテウォン行きたいよ。タンバも行きたい。おいしい。あ、なんか野菜とかさ、いろんな具材の出汁が出とっておいしいわ。味に深みがあります。はぁ、熱い、熱い。熱い。けんちゃなよー。冷房つけてきた。けんちゃなよー。私多分韓国の言葉でけんちゃなよーが一番好きなんよね。けんちゃなよー、大丈夫大丈夫みたいな。あらそう。韓国語覚えたい。いや、イテウォンクラスを見たことない人は絶対見てほしいですね。あのね、正直、最初の方はまあ普通なんですよ。でもね、イソちゃんが出てきてから超面白い。だからイソちゃんが出て活躍するまでちょっと待ってほしいですね。もう辛いけど、甘辛って感じで美味しい。スープにね、コクがある。うん。今、タコから食べてるの？全然食べてるのになかった。ふぅ、ちょっとチェイサーとしてお茶。チャミスル怖いんですよ、ちょっと。めっちゃ酔うから飲みやすくて。エビとかタコとか入ってるから、スープにすごい味が出てますね。なんか煮込む前は、ちょっと味足りんかなと思ったんですよ。でも煮てる間に多分味が出てきたんですね。これはスプーンで食べやすいようになってるんだ。なんかよく韓国の料理鉄のスプーンでなんか食べてますもん。あ、私なんか視聴者さんにもらったのがあったんですよね、これ。あ、こういうのよく見る気がするわ。うん、うまそう。あ、野菜も甘くて美味しい。あと韓国ドラマのいいところはね、あの敵役の本当に憎たらしさ、もう一緒になってね怒れる。ただそれは楽しい、ストレス発散になってる気がする。なっちおった、ちっちゃいちっちゃいちっちゃい、ちっちゃいわ。でも大きかったら噛み切れんしね。いい出汁が出とるわ。コップスで初めて食べたけど美味しい。マスオ。熱い。この辺でじゃん、麺を入れます。これもね、ナコプキセットについてるんですよ。初めて見た。これ麺だけなんだ。こういうの売ってるんや、韓国って。すごいいいや。私韓国の麺好きやから羨ましい。はい、そして麺用の追い出しもついてるんで入れます。卵も入れよう。残りはこれだけです。最後の一口いただきます。
チャイモゴスミだー。ナッチとコプチャンとセイユを使ったナッコプセ、めっちゃうまそうよー。チャミスルもね、久しぶりに飲めて美味しかったです。美味しい、うまそうよ。こちらのね、今日食べたナッコプセのキットが売ってる URL は説明欄に書いてありますので、ぜひぜひ皆さんも頼んでみてください。で、とても美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日のご視聴、コマスミだー。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。 Let's eat and be happy。 皆さん、うがい手洗いを忘れずに毎日健康に過ごしましょう。アニョーン。